コレコは、モーリス・グリーンバーグが1932年に創業したアメリカの玩具メーカー。会社名の由来はコネティカットレザーカンパニーの略。1980年代にキャベッジパッチキッズを販売したほか、家庭用ゲーム機としてコレコビジョンのメーカーとしても知られる。キャベツ畑人形のブーム修了ともに膨大な在庫を抱えて倒産し、 1989年に、ハズブロ社に買収された。靴メーカー向けに革を販売する会社として創業。1950年代には、革サイクキットの販売を始め、1960年代には、プラスチック製の子供用プールの販売を始めた。その後、革部門は売却した。1976年には、最高経営責任者。 アーノルド・グリーンバーグの下で、家庭用ゲーム機市場に参入、コレーコ・テルスターを発売。この前年の1975年には、当たり社の家庭用ビデオゲーム機、ホームポンが成功を収めており、その翌年の1976年には、コレコ社を始めた数の企業が、同様の家庭用ビデオゲーム機を発売した。コレコ社の製品を含め、そのほとんどすべてが、 ゼネラルインストルメント社製の i-3 から8500チップを採用していた。このチップは、ポンのクローンゲームをはじめ、いくつかのゲームをワンチップに収めたもので、このチップを用いることで、最小限の部品で、家庭用ビデオゲーム機が実現できた。ゼネラルインストルメント社がこのチップの需要を過小評価、したため、深刻な供給不足に陥ったものの、 早期に発注を行っていたコレコ社は幸いにも優先的な供給を受けることができ、発注分のチップを獲得できた数少ない企業のうちの一社となった。このような内蔵ゲームしか遊べない方式の家庭用ビデオゲーム機の市場は短命に終わったものの、早期発注のおかげでコレコ社の収支はトントンとなった。この後もエレクトロニクスの分野で活躍を続けた。 コレコ社は、マテル社によって市場が開拓されつつあった、携帯型電子ゲーム機に参入。ヘッドツーヘッドシリーズと呼ばれる2人をスポーツゲームや、正規ライセンスを取得して開発した、ミニアーケードシリーズは大人気商品となった。家庭用ビデオゲーム機カリコビジョン1982年に、コレコ社は、コレコビジョンを発売し、家庭用ビデオゲーム機市場に再参入。 当時の他社製ゲーム機より高性能だった、この自社製ゲーム機は大人気商品となったものの、コレコ社では、あたり2600やマテル社製、インテレビジョンといった、他社製ゲーム機向けのソフトも生産し、リスク分散を図った。また、あたり2600のクローン機であるコレコジェミにも、発売した。1983年になると、あたりショックが起き、 家庭用テレビゲーム機市場は崩壊を始めた。一方、テレビゲーム機に代わってホームコンピュータがブームとなったため、コレコ社もホームコンピュータコレーコアダンを発売。単体で動作するスタンドアロン版のほかコレコビジョン用の拡張モジュールという形でも販売した。だがこのホームコンピュータは信頼性に乏しかったこともあって失敗に終わった。一方、 コレエコ、アダンの発売と同じ1983年には、コレコシャワー、キャベジジパッチキッズを発売。アメリカで大ブームとなり、コレエコ、アダンの損失を補ってあまりある莫大な利益をもたらした。これを受けて1984年には、まだ、それなりに売れていたコレコビジョンを打ち切り、1985年初頭には、 最後まで損失続きだったコルコアダンをも打ち切り、テレビゲームと電子玩具の分野から撤退した。特に任天堂とは非常に関わりが深く、コレコビジョンとあたり2600用タイトルであるドンキーコングは同社との正規ライセンスによる移植であり、同社の米国法人である任天堂オブアメリカは元コレコ社員の遺跡が極めて多い。 さらに1986年にはパーチージやスクラブルなどのボードゲームで知られる競合玩具メーカーのセルチャオライター社を7500万ドルで買収。1986年にはテレビドラマアルフに登場するエイリアンのぬいぐるみやおしゃべり人形を発売。しかしキャベッジパッチキッズに過剰投資しすぎた結果、 ブーム終了とともに莫大な在庫を抱える。コルコ、アダンの損失、セルチャオライター社の買収資金、キャベッジパッチキッズへの過剰投資などが複合的な要因となって経営を圧迫。1988年には破産申し立てを行うに至った。再建のため、コレコ社は北米におけるすべての資産を売却。 多くの仕事について海外への外注を行い、ニューヨーク州、アムステルダムその他の都市にあった工場は閉鎖した。しかし再建はならず、1989年には、コレコ社は、ハズブロ社によって買収された。2005年になって、シカゴのブランド再生企業、リバーウエストブランズ社の手により、コレコブランドが復活。 2006年にはマスターシステム及びゲームギア用の20タイトルを内蔵した携帯ゲーム機コレーコソニックが発売されている。ありがとうございます。